ございます、ルイさん。おはよう、アホの子。もういい加減そこから離れてください。いや、否定するお前が面白くてな。面白いって。それに何度も言っておけば恥ずかしくて気をつけるようになるかなと。もう絶対にないですよ。本当か？もう絶対俺に隠し事をしない、何でも相談するって約束できるか？それはもちろんですよ。信用できないな。お前はすぐに背負いたがるだろう。もう絶対に勘違いしたり一人で考え込まないという証明してみせろ。ダメだな。もう少し過激なプレイをしてもらわないと。そうか。じゃあ今度の休みは24時間ルイさんに絶対服従で過ごしますって言ってみな。これからは俺のことでも自分のことでもちゃんと相談しろよ。はい。まあお前の勘違いは昔からだし仕方ないけどな。昔からって1年前じゃないですか。いや、お前が子供だった頃からだ。え、私その頃ルイさんに会いましたか？覚えてないか、さすがに。え、教えてください、いつですか？まあその話はまた今度な。今は朝飯が先だ。まあいっか。そうだ、お前の父親に会わないといけないな。父にですか？当たり前だろう。お前と結婚するってことも報告しないといけないだろう。あ、そうですね。今気づいたって顔だな。冗談だと思ったのか？いえ、その昨日の今日なので実感がなくて。それもそうか。ま、結婚のことは置いておいても恋人として挨拶しとく必要がある。そうですね。お父さんの都合のいい日を聞いておいてくれ。わかりました。まだ根に持ってないといいんだけどな。え、何の話ですか？いや、こっちの話。ほら、さっさとしないと仕事に遅れるぞ。あれ、もうこんな時間ですか？余計な話をして時間がなくなったんだ。余計じゃないですよ、大事な話ですよ。なんだ、さっきまで忘れてたくせに。それはいいじゃないですか。まったくお前は。あれ、この電車じゃなかったかな。もう一本待つか。藤森さんのお兄さんすごい怒ってたな。それにしてもジョン・スミスはどこに行ったんだろう。こんにちは。こんにちは。すみません、道をお聞きしたいんですけど。はい、私でよければ。市民病院へはどうやって行けばいいでしょう。それなら、なるほど、ありがとうございました。いえ、どうぞお気をつけて。あ、ところで、今、お一人ですか？
もし誰かに待ちぼうけをさせられているのなら、僕と食事をしませんか？はい。祖父の遺言で綺麗なお嬢さんが一人でいたら必ず誘うよう言われてまして。はい。マルガレーテ、元気そうだね。あなたジャン・スミス。僕は少しの間遠くに行く。でもまたすぐに君に会いに来る。ザイチェン。おい、ルイさん。お前何をぼーっとしてたんだ。え、立って寝てるのかと思ったぞ。今の幻？どうした？いえ、ルイさん、どうやって来たんですか？電車がついていないのに。バスだよ。電車だと乗り換えが面倒だから。そうですか。で、何持ってるんですか？ん？ちょっと。ほら、さっさとお前の家に行くぞ。はい。ジョン・スミス、また日本に戻ってくる気なんだ。はじめまして、お母様。こちら、どうぞ。お口汚しですが。まあ、ありがとうございます。それにお母様だなんて。どうぞ、気軽に呼んでくださいね。とんでもない。お父さんはまだ着替え中なの。もう少し待っててくださいね。感じの言い方ね。うん、これがルイさんの奥義、大猫かぶりなんだよ、お母さん。ルイさん、なんだかすごく落ち着いてますね。初めて顔を合わせるならともかく、窮地の中だから。そっか。まあこんなところでうろたえても仕方ないだろう。さすがルイさん、すごいです。すごくない、普通だろう。お前か！お久しぶりです。紹介したい男というのはこいつのことか？そうだけど。ホスミ、お前のこのことよくもまあ私の前に顔が出せたものだ。この顔を覚えていてくれて恐縮です。忘れるわけがないだろう。私の大事な盆栽を3回も割った挙句、今度は本物を奪いに来たか。本物？ねえお父さん、何の話？この男は昔私が鹿児島へ単身赴任中、ひどい狼藉を働いた不届き者だ。悪意があったわけじゃないですよ。あの頃俺は小学生で、公園で三角ベースをしてただけで。え、あの、ごめんなさい、どういう知り合いなの？お父さんは鹿児島赴任中、俺の実家の近所に住んでいた。その住宅の前に公園があって、俺はそこでよく三角ベースをやっていた。で、時々ホームランボールが庭に飛び込んで、そこにたまたま大事にしていた盆栽があったと。それだけじゃないだろう。お前は庭の柿も勝手に食った。公園にはみ出した枝の分を食ったので違法じゃありません。それでどうしていつもお前のホームランボールは私の庭を狙うんだ？偶然です。この落ち着いてお父さん。ルイさんの小さい頃の話を今責めても仕方ないよ。いいか、よく聞け。こいつは小学生中学生の頃、悪魔と呼ばれるほどの悪ガキだった。近所の畑から勝手にキュウリをもいで食うわ、墓場で肝試しをやった末に外尾を破壊するわの悪行三昧、いわば札付きだ。俺もそんな少年時代を悔い改めて。
これお返しします。お前ずっとこいつに拉致監禁されてたのか。お父さん私はこっち。お前よく無事で。これはお前の分身なんだよ。お父さんは単身赴任の寂しさのあまりお気に入りの盆栽に娘の名前をつけて可愛がっていたわけ。哀れだろう。さては私が鹿児島を出るとき娘を盗んだのはお前だったか。盗んだんじゃないですよ。あなたが引っ越すと聞いて、それなら割った鉢を直して戻そうと夜こっそり持って帰ったんですよ。そしたら予定より早くあなたが引っ越してしまって返せなくなったんです。それからずっと持ってたのか。はい、いつか返そうと思って育ててきました。けどいつもあなたに追い返されるから返せなかったんですよ。そうか、それは悪かったな。十数年もちゃんと育ててたのか。当時は申し訳ありませんでした。それでですね、分身をお戻ししましたので、今度は本体をいただけませんでしょうか。なんだと。はい、今度は何十年も大事にしますので。そうか、お前前々から本体を狙っていたのか。まあ娘が可愛いって話だったんで、盆栽より本体の方がいいかなと漠然と思ってはいましたが、当時はそこまで思ってませんでした。まあ具体的に考え始めたのは女子高生バージョンの彼女を見た時からですかね。ダメだ。20年以上かけて丹精込めて育てた娘をお前みたいな悪ガキにやれるか。いいじゃないですか、くださいよ。お前鹿児島時代もそんなこと言って盆栽を持って帰ろうとしていたな。気に入っちゃったんで。お前は警察官じゃなくて盗賊なのか、それとも私に取り付いた悪魔か。でももう俺たちそういう関係なんで。事後承諾で大変申し訳ないのですが、結婚を認めていただけないですか。私の宝物がこんな男に汚されて。愛してはいますが汚したつもりはありません。悲劇は鹿児島時代から始まっていたのか。絶対に幸せにします。一生何があっても守ります。だから俺にください。まだ早い。じゃあ彼女が俺の家に泊まることを認めてください。認めはせん。認めはせんぞ。お父さん、すげえダメージ受けてたな。ルイさん、あの盆栽、あんな重たい意味があったんですね。お、そうだな。お父さん。認めてくれるかな。なんなら、既成事実を作るか。既成事実って？先に子供作る。本気出して。冗談だ。ご両親にも安心してもらいたいからな。真面目に認めてもらえるよう努力する。ルイさん、ありがとう。惚れ直したか。はい。なら、もっと惚れろ。
それでいいだろう。毎日好きになってドキドキすればいい。じゃあ今はドキドキしてないのか。伝わってくるな、お前のドキドキが。一緒だな。もっとドキドキさせてやろうか。テレビ見るぞ。はい。何見る？何でもいい。じゃあスポーツニュース。お前実家と俺の家ばっかに泊まって全然寮に帰ってないだろう。総務に言われたぞ。お宅の部下は仕事しすぎじゃないですかって。そういうことってやっぱり上司に連絡が行くものなんですか？まあな。控えますね。ごめんなさい。そうだな。実家ばっかりに帰ってもな。あ、実家は帰らないと心配だから、ここに泊まる回数を少し減らします。はあ？お前何言ってんだ？だって。だってじゃありません。いい加減、お前も父親離れしろ。でも本当に元気なくなっちゃって心配なんだもの。俺はこんなに真剣なのにな。どうしてサクッと俺にお前をくれないんだろう。中学生からずっと盆栽も育てたというのに。お父さん、それには感謝してるみたいだよ。世間でよく言うだろう、釣った魚に餌はやらないとか。うん。俺は釣った魚はちゃんと育てるぞ。しても、お前に毎日毎日ちゃんと水をやる。寒い思いもさせない。ルイさん、プロポーズそのまま過ぎてそっけなかったからな。改めてプロポーズだ。あ